決してその理学療法士、作業療法士、言語聴覚士だけでリハビリテーション科は本来の意味から言ったら構成されないものだと私は思ってます。そんなたったね、3職種だけでその人の社会復帰を図れることは、ほとんどやっぱりね、不可能に近いと思いますから、ありとあらゆる人たちが関わってこそ、その人がサポートを受けて、で、まあ、良くなって、ね、で、自立して、社会に戻っていくと。リハビリテーションって、日本語にするとどう言いますか？ご存知ですか？はい。皆さん、こんにちは。こんばんは。マサ浅野です。いやー、今週もお疲れ様でした。なかなかね、やっぱりこう、日々労働するってことはですね、まあ、楽かしんどいか言うたら、まあしんどいですよね、二択で言ったらね。まあ皆さんもね、そんな日々を送っておられることと思います。本当にご苦労様です。お疲れ様です。で、今日はね、私休みでして、まあ今し方ですね。まあ、今、もう夜の何時かな。8時、9時近いのかな。はい。で、まあ、晩飯の時にですね、ビール500を2本と、350を1本っていう風で、まあ、やらせてもらって、で、まあ、ほろ酔いな感じですね。まあ、風呂入って、で、まあ、今に至っております。やっぱりこう、なんていうんですかね、ちょっとほろ酔いの方が変に緊張が解けていいというかですね。なんかまあこう、喋りも半ば流暢になったりとか、まあ思考回路もね、なんかえらいこう、冴えるという感じでありましてですね。はい。で、まあ、まさに今、このタイミングで、まあ動画を撮らせてもらってるんですけども。はい。で、極めつかはですね、まだちょっと飲み足りないって言って、飲み足りないので、いかんですね。ちょっと ほろ酔いとはいえでも少し呂律が回りづらくなってますね。はい。で、はい、じゃじゃんと。はい。まあ、これだけ出してもね、これ何って話ですけど、はい。これ、芋焼酎です。はい。コンビニですね。黒霧島だったかな。はい。黒霧島。25度。はい。これを、買ってきまして。で、まあ、今日はですね、これを締めとして、まあ、させてもらおうかなと思います。はい。では早速ですね、オープンということで。はい。いや。おっと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 。おね、結構まあ、ずるずるとまでは言いませんけど、結構、まあ、個人的にはいっぱいね、良心的に入ってるかなっていう感じで。ね、コンビニのこういうワンカップ的なお酒もですね、まあ本当に、まあ私の中では需要が高いですね。いただきます。いやー、効きますね。いや、ほろ酔いからこう、すっと目が覚めるか、覚めるというかですね。やっぱり、ね、25度。いやー、パンチがありますね。まあ、当たり前ですけど、ビールとの比じゃないですね。ええー。いやー、もう一杯だけ。ごめんなさい、ちょっと咳込んでしまいまして。はい。いやー、本当ですね。休みの日も一日過ぎるのあっという間ですね。働いても24時間。ね。休んでも24時間。ほんとこう、時間の流れというものだけはですね。まあ皆さん平等かと思います。まあもちろんね、それぞれ体感的なね、その時間経過の感じ方っていうものに関してはですね。まあ、それぞれ、個々に違うとは思いますけども。はい。いやー、本当ですね。まあ、人間というものは、もう本当に常に相対性が働いている生き物だなと思いますね。はい。はい。ではですね、
ごめんなさい。ちょっと前置きがだいぶ長くなってしまいました。ありがとうございます。ここまで付き合ってくださってですね。はい。では本題に入るんですけど、はい。皆さんですね、リハビリという言葉を聞いたことありますか？テレビでもですね、時々ニュースとして上がったり、で、時には有名人がですね、病気にかかって、リハビリを受けてる、頑張ってるっていうふうで、報道されたりとか、あとは、とある患者さん個人にフォーカスしたりとか、とある職場にフォーカスされたりして、特集的な感じでですね、リハビリのその特集番組みたいな感じで、組まれたりとかっていうふうで、テレビにね、放送されて、リハビリという言葉をですね、聞いたことは一度は皆さんおありかと思うんですけども、ね、はい。ただですね、このリハビリ、つまりリハビリテーションの略なんですけど、このリハビリテーションっていう言葉のね、取り扱い方、本当の意味からするとですね、皆さんやっぱりテレビも含めてですね、間違った使い方をされているなっていうふうにつくづく思うんですね。私たち、我々日本人じゃないですか。ね。はい。リハビリテーションって日本語にするとどう言いますか？ご存知ですか？っていうところなんですよ。病院とか行くとですね、それぞれ診療科がありますよね。内科、外科、ね。大きく分ければ内科に入るんでしょうけど、小児科とかね。泌尿器科とか。いろいろその科が分かれてる中で、それぞれもちろん看護科も含めてですね、あとはその放射線科とかですね、麻酔科とか、いろいろと科に分かれてる中で、それぞれ日本語じゃないですか。ね、日本語がで何々科ってある中で、リハビリテーション科、ね、これ、要はカタカナ表記、カタカナ英語、英語なんですけど、カタカナ英語でね、なってるじゃないですか。はい。リハビリテーション科。他の科はね、ほとんど多くが日本語で表記されてるのに対して、リハビリテーション科だけね、まさにリハビリテーション科なんですよ。日本語訳にされてないんですね。はい。さあ、我々日本人ですね。その、に、あの、リハビリ、ね、リハビリテーション。はい。日本語訳にすると、日本語表記にするとしたら、さあ、どう言いますかっていう話なんですよね。私はですね、個人的な性格を相まって、やっぱり言葉の定義って大事だと思ってるんですね。というのは、やっぱりその言葉の定義が共通してしっかりしてないと、それぞれ、話してる、言葉、ね、会話の中で、やっぱりその、意味違いが生じて、話が噛み合わないことも起こりうるっていうふうに思ってます。実際にそういうことを経験してます。はい。ある人はこの言葉をこういう意味で取り扱って会話の中に盛り込んでるけども、でも一方で、他の人、自分自身だったりとかして、その同じ言葉を別の意味で、解釈してて話をしてると。当然、その、言葉の表現、表出、その言葉自体は一緒だけども、意味として捉えてるのが違いがあるので、当然、その会話の中で話が食い違ってくることがやっぱりありますねっていうふうにやっぱり感じるわけですよ。はい。そうなってくると、やっぱり、特に仕事の場においては、共通認識だったりとか、やっぱり情報の共有で正確な共有をするという中で、言葉の定義ってやっぱり大事だと思ってるんですね、個人的に。で、やっぱりその、あの、まあ、あの、まあ、人によってはちょっと面倒くさがられるタイプかもしれないですけど、やっぱ言葉の意味って結構大事にするんですよ。そういうふうに会話をね、スムーズに、会話をスムーズにね、行うためにっていうふうで。で、さあ、その時にですね、今、リハビリという言葉を挙げているので、リハビリというふうで話を進めていくんですけど、じゃあ、リハビリというものをどのように捉えているかっていうところで、やっぱり、
双方にですね、その意味としての捉え方が違ってると、当然これは話が噛み合わなくなるわけですよ。はい。で、夫婦で、まあね、ちょっとごめんなさい、何回も連呼しちゃってますけど、リハビリって日本語訳にするとどういうふうに言いますかっていうことなんですよね。はい。で、結論から言うとですね、リハビリ、まあ、リハビリテーション。はい、これ日本語訳にするとですね、全人間的復権。まあ、もしくは全人的復権っていうふうに言います。まあ個人的には、私的には、その、まあ全人間的復権と全人的復権、まあこの2者の中で、まあどっちの言葉がまだピンとくるかなって思うと、全人間的復権の方を、やっぱり意訳としてはより近いかなと思うんですね。というのは、その、この違いは、全人間的か全人的、全人的かの違いなんですけど、要は、人か人間かっていう表記の違いなんですね。で、人っていうと、まあ、漢字で、まあ、人っていうふうに書きますけど、人ってやっぱり個人だけのくくりっていうね、やっぱり意味合いが強いと思うんですよ。で、一方で人間っていうと、はい、さてさてね、まあ人間って、何の略ですか、まあ、何の略、まあ人間って何ですかって話、人と人間の違いはってなった時に、まあ、これはいろいろ諸説ありますけど、私が、まあ、認知している、まあ、人間と人との違いはっていうところでですね、まあ、私が認知している範囲でお話ししますと、人っていうのはまさにこうなんですね。人、人、人、人。で、人間っていうのは、やはり人と人との間柄っていう、その、いわゆる文字を取って人間。人と人との間柄。要は関係性の話ですよね。で、それをとって、まあ、人間と。まあ、つまり、人はやっぱり社会の中で、まあ、社会という言葉自体がね、人間一人で形成されるものじゃないので、やっぱり人間、まあ、人はね、その、まあ、生きていくためには、誰かしら他者と関わりを持たなければ生きていけないわけですよね。ってなると、やっぱりその、もう人間っていう、言葉自体で、まあ、社会学的用語、社会的用語だと思うんですね。人はどっちか、人っていうものはどっちかっていうと、まあ、生物学的用語に近いと。まあ、本当にその生物学的なガチな表記をすれば、カタカナで人かでいいのかな？まあ、カタカナで人っていうふうに表現すると思うんですけど、まあ、もっと言うとね、まあ、その人っていう字もね、まあ、ごめんなさい、ちょっと話それますけど、人っていう字も結局は、その、まあね、いろんな、その、言われがありますけども、まあ、要は、何ですか、人がこうね、二人以上いて、こうやって、こっちですかね、こっちですかね、ちょっとカメラが反転しちゃってるので、ね、要は、一方が一方を支えて人みたいなね、っていう風で、まあ、その人っていう漢字自体に、まあ、こう、二人が、存在して、で、まあ、こうやって人ってねっていう感じの、まあ、成り立ちの言われがあったりしますけども、まあ、厳密に言えばそういうふうにね、まあ、いろいろとこう解釈は出てきちゃうんですが、やっぱり、まあ、人っていう言葉はね、やっぱ個人、まあ、本当にその人だけって感じなんですけど、やっぱ人間っていうと、やっぱりその人と人の間柄で、常に誰かとの関わり、関係性が生じて起こっているものだっていうふうにやっぱり捉えるんですね。という意味にすると、やっぱりその、リハビリという言葉、日本語訳にすると、全人間的復権。で、まあ、全人的復権よりかは、まあ、全人間的復権の方が、まあ、やっぱり意味合い的にはより近いかなと思うんですね。はい。で、まあ、今、全人間的復権って言いましたけども、はい、これ、ちょっと堅苦しい言葉じゃないですか。ね。まあ、明らかにこう、なんか専門用語的な感じなんですけど、はい、これをイコールで置き換えれる言葉があるんですよ。ね。これが、このイコールで置き換えれる言葉の方がより、まあ、一般の人たちに馴染みが深い言葉だと思うんですけど、はい、何かというと、社会復帰です。全人間的復権はイコール社会復帰っていう言葉に置き換えれることができるんですね。ね、まさに社会復帰、社会に復帰する、常にこう人と人とのつながりの場にまた自分が戻っていくと、
で、まあ、そこで人、また他者との関わりを持ちながら、まあ、要はそれで、まあ、生計を立てていく。ね、まあ、当然にして仕事をしなければお金が入らない、お金が入らなければ自分たちが、食べていけないわけですから、ね、どうしてもその自分が生きていくため、ね、自分たち、ね、家族含めて生きていくためには他者との関わりが必然として必要となってくると。ということでやっぱりその、社会復帰、ね、他者との関わり、やっぱり他者との関わりなんですよ。ですからそう考えるとやっぱり、まあ、社会復帰、ね、イコール、またちょっと言葉をね、戻しちゃいますけど、つまり全人間的復権と、まあ、復権っていうのはね、まあ回復の復、復帰する 復ね、で、復帰、ごめんなさい、権、ね、復権の権、権利の権ですね、っていう、まあ、字を使うんですけども、はい、それがまあ要はリハビリテーションなんですよ。で、こういう捉え方をしている、まあ、本当のね意味からしたらそうなんですよ。間違いなくそうなんです。リハビリテーションというのは、決して手足を動かしたり、歩く練習をするっていうことだけがね、リハビリやってますじゃなくて、リハビリテーションっていうのはつまり社会復帰っていう意味なので、つまりそれは目的なんですね。手段ではないんですよ。その社会復帰に向けて歩く練習も必要だし、まあ要は筋力ね、筋力とか持久力とかね、そういう運動ね、あとはちょっとこう手足が不自由になってしまって、それを生活にまた戻すという時に、まあ生活のね動作としてまたしっかりと使ってもらえるようにしてやっていくね、そういう動作訓練だったりね、そういう運動だったり訓練だったり、そういうところでそれも一つですよっていう話。つまり社会復帰に向けて、まあ、それぞれね、関わる専門職がいて、で、社会復帰の、手助け、ね、お手伝いをしているんですよっていうのが、本来のリハビリテーションと、それぞれの、各専門職がやっていることの、いわゆる言葉としての、意味としての、使い分けで、あるべきだと、まあ、個人的には思うんですね。まあ、そのまあ、個人的に思うって言ったのは、そのか、言葉の関係性の中で個人的に思うっていうふうに言ってるますけど、リハビリテーションのその本来の、元来の意味としては、これ、全人間的復権、つまり社会復帰っていう意味ですから、決してその運動を頑張るとか、何かそういう訓練を頑張るとか、決してそういう意味のみではないですからっていう話なんですね。はい。で、なので本来の意味からしてこういう認識でおられる方が一般的にどれほど見えるかっていう話なんですよ。で、やっぱりまあちょっと話戻りますけど、まあ、私個人としては言葉はね、言葉の意味、定義はちゃんと定義をしっかりして使っていきたいっていう思いがあるので、で、まあ、その理由としては要は意思疎通ね、職場においてはスタッフ間とかね、そういう情報共有を図る中で、食い違いを生じさせないために、ね、言葉の意味はちゃんと正しく使っていかなきゃいけないですよねっていうのが思いとしてあるんですね。要はコミュニケーションを円滑に進めるためにですよ。いや、効きますね。いや、やっぱ25度。ね、特に芋焼酎。いや、強烈ですわ。はい。で、あとは、
でね、皆さん、リハビリテーションね、やってます、やるっていう時に、案外、まあ、どうでしょうね。まあ、そういうふうに、まあ、ご自身だったり、まあ、ご家族、ご親戚だったりが、まあ、不運にもね、そういう病気とか怪我で、ちょっと体を壊してしまった。で、またその社会復帰でね、元に戻す、つまりリハビリテーションに向けて、まあ、身体機能、ね、心身機能、ね、心の面、メンタル面も含めて心身機能をね、また、元の状態に戻していくっていう中で、多分そういうふうなところで経験された方は、こういう言葉をご存知だと思うんですけど、まあ、こういう言葉、こういう職業、ね、についてる人がいるっていうことを、まあ、ご存知だと思うんですけど、リハビリテーション、ね、よくリハビリ、で、それじゃあ誰がやってるのっていうと、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が、まあ、主としてやっていますっていう話なんですよね。いや、もちろんね、確かに、リハビリに向けて、必要なことだと思います。ね。まず、ね、まあ、特に理学療法士が関わる範囲ですけど、まずね、人がその日、ね、生活する中で、まず何をしなきゃいけないかって言ったら、まあ、寝ているところから始まるわけで、ね、寝返りが打てるかどうか。ね、はい、朝起きて、ね、自分で体を起こすことができるかどうか。ね。で、その次に起こせたとしても、まあ、布団だったら、あぐら剤。ベッドだったら、まあ、担剤って言い方しますけども、ベッドの端に自分で腰掛けていられることができるかどうかっていうところですね。はい。で、次に、そこから立ち上がることができるかどうか。当然人間ね、立って移動しなければ生活成り立ちませんから、まあ一般的なね、範囲、一般的な意味ではですね。まあもちろんね、すごい高度な重症な方は、まあね、なかなか自分で動けない方ももちろん世の中いらっしゃるので、じゃあそういった人たちがね、人間らしく生活できていないかったらそうではなくて、まあもちろんね、他者のサポートは必要になりますけどもね、まあもちろん、不運にもね、そういうふうに病気、怪我において、自分でいろいろできなくなった人たちにおいては、いろんな人のサポートがある中ででも、やっぱりその人らしくね、まあ生きて見える方はもちろんいらっしゃいます。ただまあね、一方で、じゃあ、ごめんなさい、今の話の前提としては、じゃあ自分一人でどこまでできるかっていうところでね、ちょっと範囲をね、限定させて、話をさせてもらってるんですけども、はい。ね。で、ね、座った状態から立てるかどうか。ね。立って歩けるかどうか。ね。その歩けるのも、まあ、自分一人で2本足で歩けるのか。ね、もしくは、杖がなくては歩けないのか。ね、もしくは、歩行器なり歩行者がなければ歩けないのか。ね。何かにつた、あの、捕まって、要は伝え歩きでないと歩けないのか。ね。まあ、いろいろそういうふうに出てくるわけですよ。ですから、まあ、そういったところをね、まあ、基本的動作って言ったりするんですけど、まあ、そういう、まずね、人が活動を始めるのに、今言った一例のね、動きは一般的には必要になってくるわけですよ。はい。なので、そういったところができないことに対して、できるように、自分一人でできるように目指していくのが、そこにアプローチをかけるのが、まあ、理学療法であって、で、まあ、当然それはね、その先の、最終目標、社会復帰に向けてですね、やっぱりそれ必要なので、まあ、それにアプローチをかける。まあ、必要なことなんですよ。はい。で、まあ、他にもね、作業療法であったり、言語聴覚療法であったり、まあ、ちょっとこの辺の、具体的なことに関しては、まあ、今この場面では割愛しますけども、まあ、いろいろそういうふうに、まあ、要は、リハビリに関わる、職種があるわけで、はい。で、まあ、そこには、まあ、代表的なものとして、まあ、理学療法、作業療法、言語聴覚療法ってあるんですけど、はい。ここでですね、私が疑問に思うのは、まあ、これは個人的な話ですよ。
まあ、少なくともね、要は厚労省をはじめとして、お国が決めたやり方、定義というふうで、まあ、日本国内においては、進んでいくべきなので、まあ、だから国がそういうふうに決めたったら、まあ、それにね、まあ、国民である以上、それに準拠して仕事をしていかなければいけないわけなんですけども、ですから、まあ、これは個人的な話ですけど、まあ、個人的にね、本来のリハビリテーションね、という意味合いからしたら、じゃあ逆に、理学療法、作業療法、言語聴覚療法だけで、その人の社会復帰は図れるんですかっていう話なんですよ。わかります？歩けるようになりました。ね。指先がしっかりとね、高地運動、まあ、高地運動っていうんですけど、要は、要は指先が器用に、そうそう、器用に動かせるようになりましたとかね。で、あとは言葉がしっかりと喋れるようになりました。ね。まあ、物もね、ちょっと飲み込み悪かったけども、飲み込みが、しっかりとね、安全にできるようになりました。もちろんそれ大事なことなんですよ。だけど、それだけで、じゃあ、リハビリテーション、つまり社会復帰が図れるかって言ったら、そうじゃないわけですよ。ね。例えば、社会復帰。まあ、大方、仕事に就かれる。まあ、就職、ね。まあ、再就職されるっていう中で、それぞれ仕事においてはスキルが求められますよね。技能が。ね。まあ、それは、まあ、それはね、まあ、専門職もありますけども、仮に総合職だとしても、例えば、まあ、そのパソコンであったりとかね、その情報処理能力であったりね、その人のね、頭の中での情報処理能力であったり、やっぱりいろんなスキルが仕事をするにあたっては求められるわけじゃないですか。で、そこで必要になってくるのが、やっぱりその仕事に見合った職業訓練ですよね。ね、職業訓練。これもなくてはできないですよね。じゃあ、その人たちは社会復帰に向けて、何、あの、リハビリテーションにね、関わってないかって言ったら関わってるじゃないですか。ね。職能訓練士。まあ、そういった仕事が、そういう職、ごめんなさいね、そういう職業名が、公式にあるかどうかちょっとわかんないですけど、まあ、その職業訓練所とか、そういったところで働いて見える方もね、仕事をね、専門的なことを教えて見える方もいる中で、社会復帰に向けては、そういう、職業訓練的なところも、やっぱり当然にして、その人の、社会復帰に向けては必要な人たちじゃないですか。その人たちだって当然リハビリテーションに関わってるんですよ。っていうちょっとこの認識をね、持っていただきたいですね。そうなってくるとですね、聞きますね。そうなってくるとですね、じゃあ、ね、まあ、職業訓練っていうのは、まあ、大体病気とか怪我されて、まあ、治療を受けて、で、まあ、その最後の方で行われるね、その、まあ、傷病期間のその最終的なところで行われるんですけど、じゃあ、ちょっと前戻ってですね、病気や怪我された時に、ね、関わってくる医療職種って誰ですかって話じゃないですか。医者ですね。で、そこで、じゃあ、その人たちの看病をするの誰ですか？看護師ですね。で、例えば、まあ、病気、怪我。例えば、レントゲン取りますと。ね。頭、中枢的なものだったら、CT とか MRI 取りますと。それを取るの誰ですか？ね。放射線技師であったりね、レントゲン技師であったり、そういう技師さんたちが関わってるわけですよね。当然、彼らたちの働きがなければ、体の中を見ることはできないわけで、すべては、その、まあ、不運にも、病気や怪我をしてしまった人たちの、いわゆるこれから、ね、これからに向けて、良くなっていく、これからに向けて、社会復帰に向けて、
ありとあらゆるその患者さんに関わる人たち全てが結局はリハビリテーション、社会復帰に関わってるわけなんですよ。こういう認識をどれだけの人たちが持っているかなんですね。で、まあ、今その医者、看護師ね、まあ、技師さんたち挙げましたけど、はい、今度は医療事務ね、医療事務とか、介護士ね、介護福祉士で、あとはその人にとってどういう環境設定が一番必要なのかとかね、どういう福祉用具が必要なのかっていうふうで、いろんなところとね、事業所と、橋渡し、いろんなところとこう連絡を取ってくれる社会福祉士さんとかね。すべて、その患者さんの、要は社会復帰に向けて、環境設定も含めて、すべての、関わる人たち。はい、これ、リハビリに関わってるじゃないですか。それぞれ、その人のリハビリテーションに向けて、各それぞれの、専門職、専門性を生かした関わり、皆さんがそれぞれ専門として関わって、ね、それが、その患者さんの、いわゆるこれからをサポートしてるわけなんですよ。だから、本当の意味で言うリハビリテーションって、その患者さんに関わる全ての職種の人たちだと思うんですね。はい。ですから、リハビリテーションって言ったら、皆さんそれぞれがリハビリ職であって、ね、決して、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士だけでリハビリテーション科は本来の意味から言ったら構成されないものだと私は思ってます。そんなたったね3職種だけでその人の社会復帰を図れることはほとんどやっぱりね不可能に近いと思いますから、ありとあらゆる人たちが関わってこそその人がサポートを受けて、で、まあ、良くなって、ね、で自立して社会に戻っていくと。はい。だからね、私は、まあ、個人的にはですね、リハスタッフとかですね、リハさん、リハさんって言われるのがですね、正直あんまり好かんのですよ。いや、俺、ね、僕、私ね、いや、そんなね、たかがね、そのリハビリ、その患者さんのね、リハビリテーションに向けてね、関わってるほんのこんなね、割合、本当の全体的からしたらね、ほんのこのちょっとのね、部分しかね、理学療法っていう面だけでしか関わっていないね、自分がね、あたかもね、リハビリテーション、その人の社会復帰に向けてね、動いてる、やってるね、代表者みたいなね、そんなね、大きな、スケールの大きいね、すごい仕事をしてるとはね、私自身ね、思っておりません。あくまで、私が、やっている、やれる範囲っていうのは、やっぱりその、理学療法の分野のみなんですね。ですから、その人のリハビリをやっているっていうのはですね、どうしてもちょっとこう、言葉的に違和感を感じてしまうんですね。どこまで行っても、まあ私がやってるのは理学療法であってですね、それ以上でもそれ以下でもないんですよ。その人の社会復帰を向けて、いろんな人たち、専門職が関わっている中の一人として、私は理学療法を提供してますよという。そういうふうに私は捉えて、仕事をしています。そんな大それたね、そんな、スケールがでかい。まるで自分が全てをね、やっているかのようなね。そんなね、大それた。そんなすごい、スケールの大きいね、仕事を自分がね、やってるとは、さすがに思えないですね。だけど、傍からしたら、リハの先生とかね、リハビリの先生なんて言われてね。いや、ちょっと待ってくださいよ。仮にもですね、理学療法の先生と言われるなら、
そうですね。まあ、むしろね、先生と呼んでくださってありがとうございますっていうね、ふうに思いますけど、リハビリの先生って言われるのはですね、ちょっとやっぱり納得いかんですね。そんな大きな仕事を私一人でやれないですからっていうね。はい、そこが私の個人的な本音です。ですからやっぱりこのリハビリという言葉をですね、ちゃんと意味をね、皆さん知っていただいて、ね、活用していただきたいなと思います。リハビリテーション、ね、全人間的復権、イコール、社会復帰。それに向けては、社会復帰に向けては、ありとあらゆるね、ドクターをはじめ、ありとあらゆる専門職の人たちが関わって成立している。ありとあらゆる人たちが関わっているんですよ、という。ね、言い換えれば、それぞれがリハスタッフですよ、リハビリのスタッフですよ、っていうふうに思うわけです。はい。っていうふうですね。はい。まあどうしてもね、まあこういうふうに思っている人っていうのは、やっぱり全国のいわゆる割合からしたらね、まあ少数だと思います。まあマイナーだと思います。まあなんせもうテレビがですね、そういうふうにリハビリっていうのを、あたかもその運動機能を良くするために頑張っているっていうところに、こうまるでフォーカスするような印象でですね、放送しちゃってるので、だからこうなんか筋トレをやってるね、マシントレーニングで足を鍛えてる、で歩く練習をしている、なんかそういうところがね、リハビリをやってますっていうふうに、やっぱりそういう認識で言っちゃってしまってる、ね、そういうふうな意味合いで浸透しちゃってるっていうのは、まあね、どうしても、まあテレビっていうのは影響力大きいですからね、まあそういうふうに浸透しちゃうのもしょうがないかなと思いますけども、ただ、やはり私はですね、言葉を大切にしたいので、ですので、本来の元来のちゃんとした意味としては、リハビリというものは別に、特にですね、そういう、運動機能の改善に向けて働きかけるっていうことだけではなくて、もうその人に関わる全てのこと、ね、全てのことが、リハビリテーションに向けたアプローチなんですよっていう。リハビリテーション、それは全人間的復権、つまり社会復帰っていうところの意味であるというところを、まあちょっとね、重複、何回も重複して恐縮ですけども、強く言わせていただきますと。はい。ね。はい。ごめんなさいね。だいぶちょっと固い話になってしまったかと思いますけども。まあ、これでもですね、私ね、やっぱり、まあ、ご存知のように、ちょっと一杯やらせてもらいながら喋ってるもんですからね。私の、この今のこの状況としては結構、緩んだ状態でお話しさせてもらってます。まあ、かえってこれがね、口も流暢になるので、で、思考もね、結構、お酒が入っていない時と比べると、結構思考もね、こう、なんですか、クッとね、思考回路も円滑に動くので、なので、まあ、私としてはですね、まあ、自分の中にある心情、ね、考え方、思いをですね、まあ、そのまま表出できたかなというふうに思っております。はい。まあ、ですね、まあ、まあ、私的にはだいぶ柔らかい感じでね、お話できたかと思うんですけども、まあ、内容的にはね、まあ、ちょっと固い話、話題だったと思いますけども、まあ、でも、こう、言葉というものは意味をね、定義を正しく使っていきましょうということです。はい。では今回はですね、リハビリテーション
っていうところですね、お話しさせていただきました。はい、ではどうもね、ここまでお付き合いくださいましてありがとうございました。ではまたよろしくお願いします。ありがとうございます。